生殖医療における体外受精は不妊治療の一つで通常は体内で行われる受精を体の外で行う方法。体外受精と顕微受精の総称を生殖補助医療技術、アートと呼ぶ。受精し分裂した卵を子宮内に移植することを含めて体外受精、肺移植という肺腕法まで成長させてから子宮内に移植する場合は i v i b t による顕微受精肺乱誘発剤や外科的手法などによって所得した卵子を体外で精子と接触させて人為的に受精を行った後、培養した肺を子宮内などに戻して妊娠を図る。通常、卵管閉塞などの器質的原因やタイミング法や人工受精を試みたが妊娠に至らなかった場合に用いられる。 通常は精子を自然受精させるが、乏ぼし精子症など、精子側の受精障害がある場合には、顕微受精を行う。卵子を包む、透明体に問題があり孵化しにくいときは、アシステッドハッチングと呼ばれる技術で、着床の手助けをすることもある。自然での人間の周期あたり妊娠率は、平均15%前後だが、IV 回 ET の場合25%ほどとなる。 体外受精は現代では広く行われる不妊治療の一つである。あくまでも女性の卵子を使用するため、卵子そのものの老化の影響は確実に受ける。体外受精を用いたとしても、45歳を超える女性の場合、妊娠できる可能性は0.5%ほどである。しかしその実態を知らず、体外受精をすれば50歳まで妊娠は可能と考える女性もいる。 イギリスの生理学者ロバート・ジーン・エドワーズが1978年に最初に成功し、ジョジが生まれた。エドワーズはこの業績により2010年度のノーベル、生理学、医学賞を受賞した。日本では1983年に東北大学の鈴木正久にらが成功した。ルイーズの誕生以来およそ40年間で、世界全体としては700万人以上が体外受精で生まれた。 そのうち日本人は約48万人である。体外受精で生まれた人々の健康状態や生殖能力などの長期追跡調査も行われており、大きな問題は報告されていない。開始初期の費用は HMG と呼ばれる注射の排卵誘発剤を用い、約30万から60万円と高額であった。近年、クエン酸クロミフェン内服錠を用いた誘発法を用い、 10万円前後で治療を行う施設も出てきている。インビトロはラテン語でガラスの中でを意味する。初期の生物学実験において組織や細胞を生体内ではなくガラスの容器、例えばビーカーや試験管、ペトリザラの中で培養、実験することを言った。今日では科学用語のインビトロはあらゆる生物学手法で用い、 生体内ではなく生体以外で行うことのうち、通常であれば生体内で起きることを指す。俗語では、体外受精により生まれた赤ちゃんのことを試験管ベビーと呼ぶことがある。科学や生物の実験室で汎用される試験管上のガラスやプラスチック樹脂の容器内で受精させるイメージからそう呼ばれてきた。しかし実際には、体外受精はもっと浅い容器であるペトリザラを 用いている。自己子宮内膜とも培養という方法では、生体成分の上で培養されるが、依然、体外受精の一つの方法として考えられている。まず卵胞を育てる。誘発方法は、何通り変わり、内服薬のみの場合もある。その方法の一つは、女性は、約1ヶ月、生鮮刺激ホルモン放出ホルモンアナログ、スプレキュア点ン薬等を使用し、 生鮮刺激ホルモンを放出する下水体の作用を麻痺させることで排卵を防ぐ。続いて卵胞を成長させるために閉経後などトロピンの注射を79日連続で行う。超音波画像診断で卵胞が十分な大きさに成長したのを確認した後、最後に人獣毛性後などトロピンを注射し、またはスプレキュアの点秤により排卵を誘発する。 排卵誘発後35時間で、静脈麻酔や部分麻酔をし、超音波で確認しながら腹式、または膣式に細い針を卵巣に刺し、複数の卵子を採取する。採卵日に、精子も採取する。採卵から1から3時間後に、シャーレの中で調整済みの精子を振りかけて、受精を行い、数日間培養を続ける。受精した卵は、分割をし、 翌日には受精卵として確認できる。体外受精が成功するかどうかの一つの鍵は、どれだけ質の良い受精卵が得られるかということで、色が綺麗で透明感があり、形が良く、針があって傷がない受精卵が着床率が良い。グレードと呼ばれるランク付けが行われる。4細胞期、または8細胞期の受精卵のうち、発生が順調で形態の良い受精卵だけが、 膣から子宮内へ注入される。麻酔は行わない。母子共にリスクの大きい多胎妊娠を防ぐため、原則として子宮に戻される、受精卵は一個とされている。さらに廃盤法まで培養し凍結保存した上で、二周期以上後に移植する方法もある。子宮に戻されなかった、余剰受精卵は通常、妊娠が成功しなかった場合や次の妊娠に備えて、 凍結保存剤を加えて冷凍し、液体窒素タンク中で保存される。これは、排卵誘発及び卵子採取に関わる女性への負担を低減する利点もある。冷凍保存を維持するのにかかる費用もすべて、不妊治療を受ける夫婦の自費負担となる。体外受精法による、不妊治療は、そのほとんどが健康保険が適用されない。多数の受精卵を、 子宮内に戻せば当然妊娠率が上がるため、不妊治療クリニックの中には一度の体外受精で多数の受精卵を子宮に戻すこともあり、3腹以上の超多体妊娠の例も増えていた。2008年には体外受精で一度に子宮へ戻す受精卵は原則1個という日本産科婦人科学会によるガイドラインができている。英国 NHS における IV 解受級適用は、 それぞれの地域の臨床コミッショングループによって決定される。英国国立医療技術評価機構は最低2年間は通常のセックスを試した40歳以下の女性について3サイクルまでの IVF を適用としている。40歳を超えた女性についてはトライアルは継続されない。エセックス、ベッドフォードシャー、サマセットの CCG は IVF 予算を1サイクルへと削減するか、または廃止した。今後削減する CGC はさらに増加すると予想される。例外的なケースでは受給可能となることもあり、例えば男性パートナーに伝染性疾患がある場合やパートナーが癌が治療の影響を受けている場合など、運動組織ファーティラティフェアナスによれば、2014年にはイングランドすべての CGC において、 最低1回の IVF を受給可能としていた。NHS の負担額はイングランドでは2014年5月においては3000から6000ポンドの範囲であった。ありがとうございます。